どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということで今日は報告動画なんですけども、先日僕サイバーの本試験を受けてきたんですよね。で今日結果が返ってきたんですけども、落ちました。はい、そうなんですよ。で悔しくて今お酒を飲みながら皆さんに報告と、落ちたことを踏まえてどう感じて、そこから何を学んだかと、今後の方針について今日はお話できたらなっていうふうに思っております。いやでも悔しい。いややっぱ落ちたら悲しいね。人生で初めて就職試験に落ちるという経験をしたので、この気持ちを忘れないうちに、動画を撮ろうと思っております。今回のサイバーの試験に落ちたことを踏まえての感想と学んだことに関してなんですけど、二つありまして、一つは自分を過信してはいけないっていうふうに思いました。で、二つ目はですね、落ちたことはすごいショックなんですけど、何が一番痛いというか心が痛いかって言ったら、なんで落ちたかっていうのがわからないっていうのが結構痛いんですよね。どの企業も落選した人に対してお祈りメールを送って、なんで落ちたかってところは開示してないと思うんですよね。受験勉強とかだったらあるじゃないですか、得点開示制度とかね。まあそういう感じで就職活動もなんで落ちたのかっていうことは、就活生にとっては知りたい情報だと思うので、開示してほしいっていうふうに思いました。だから僕自身そういう、なんで落ちたのかっていうのがわかるサービスとか文化っていうのを作りたいなっていうふうに個人的に思いました。まあでも現実的にね、企業の人にとってなんで落としたかっていうのを開示することによっての会社的なメリットみたいなところないじゃないですか、あんまり。だから難しいんだろうなとは思いつつも、だけど、すごい悲しかったし、ショックだったし、痛みを感じたので、で、それを感じてても就活生多いと思うんですよね。就職試験に落ちたことのある方ならわかると思うんですけど、なんで落ちたのかっていうのを知りたいと思うんですよ。で、痛みを感じたことあると思うんですよね、きっと。だから、そういう文化できたらいいな、作りたいな、っていうふうに思いました。そこでですね、考察してみたんですよね。自分がなんで落ちたかっていうことと、自分の考察だけじゃ、やっぱ不確定要素あるじゃないですか。だから、サイバーの人事じゃない社員さんに僕がなぜ落ちたかっていうところを、ご指摘いただいて、それも踏まえて、今日話そうかなっていうふうに思っております。で、まあ、ご指摘いただいた点としては4つありまして、1、集団行動の輪を乱しそう。2、自己主張が若干強め。3、思考が強い。ベンチャー思考すぎる。4、3年ぐらいで辞めそう。確かにっていうふうに思いました。就職もししたら辞めはしないと思うんですよね。ちゃんとずっと働くつもりではいるので、最後に関しては多分3年ぐらいでは辞めないとは思うんですけど、その他の点に関しては確かにっていうふうに思いました。まあ集団行動の輪乱すかな。バスケ部だったから乱さないと思うんだけどな。自分でもその面接終わった時は、あ、絶対いけるわ、絶対受かるわって思ってたんですけど、まあ振り返ってみれば、なんだろうな、喋りすぎてたりとか自己主張が強かったりっていうのはあったなっていうふうに思ってます。まあ、この指摘が本当かどうかっていうのは人事の方に聞かないとわからないと思うんですけど、そういうご指摘をいただいて、自分でもそうだなっていうふうに思いました。で、みんなも知っての通り、僕山ほど面接受けてきたじゃないですか。で、実際の他の試験とかも受けて、で、今回初めて落ちたんですよ。で、やっぱめっちゃショックなんですよね。まあ、ただですね、就職活動っていうのは、交渉の場だと思うんですよね。交渉の場、要は相性の問題だと思ってて、落ちたら悪い人間とか受かったらいい人間っていうわけではないと思ってるんですよね。だから自分のやりたいこととか自分の人間性とか性格とかに合わなかったら、入社、もし自分に嘘ついて入社したとしてもやっぱり幸せにはならないと思うんですよね。約1年前から就活 YouTuber っていうことをしてまして、で1年前から見てくださってる視聴者の方はわかると思うんですけど、1年前本当に僕面接動画とかもすごいたどたどしい話し方であったりとか、なんだろう、質問と答えがずれててちぐはぐだったりってことは結構あって、旗から見てもコメント欄とかも見ても皆さんからのご指摘とかも見てもダメダメだったんですよね。で、1年間いろんな面接であったりとか、いろんな企業の取材とかをしてきて、最近で言うと、例えば、田畑さんとか、まこなり社長とか、箕輪さんとかから、いいねみたいな感じのことを言われてきて、多少なりとも自信はあったんですよね。実際の他の面接とか、まあ、動画もそうだし、まあまあいい感じ、いけるなって思ってて、第一志望の一つであるサイバーエージェントに落ちたっていうことで、人生甘くないなっていうふうに思いました。今後につきましては、就活ももちろんするんですけど、自分の活動であったりとか、自分の会社も
頑張っていこうと思うので、今後の進捗状況であったりとか、自分のまあ活動についてはこの動画で発信していこうっていうふうに思うので、進捗が気になる方はぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それで今日はあとお酒を久しぶりに飲みながら、ショックであったことは忘れてまた前に進もうっていうふうに思っております。それでありがとうございました。